はい、皆さん、こんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、LINEPay で31のアイスの価格が 31% オフ、あの日に使えばさらにお得ということで、今回は LINEPay より31のクーポンが出ていましたので、そちらについてお伝えしていこうと思います。ということで、早速こちらですね、31で LINEPay 31% オフということなんですけども、期間は7月の24日から8月の4日までということですね。なので配布された本日より使うことができます。一応ですね、クーポンにも少し記載はあるんですが、一部対象外店舗ありとのことで、公式ページにもあったんですが、このページを見たらですね、ぼちぼちちょっと使えない店舗もあったりしたので、一応下の概要欄にクーポンが使えない店舗のリンクを貼っておきますので、チェックしておいてください。で、今回値引きの上限金額が300円までということでしたので、まあなのでお会計の際に967円までであれば、上限の300円まで割引してもらうことができます。まあなのでお一人でももちろん、お友達やご家族と一緒に使うのもいいかもしれないですね。そしてタイトルにもあったあの日に使えばお得ということで、まあ31といえばやっぱりこちらの31日の31の日ですよね。そうなんですよ。この31の日はダブルが 31% オフになるので、まあそれと今回の LINEPay から受け取った 31% オフのクーポンを使えばかなりお得に買うことができます。まあもちろん普通の日に31で使っても大丈夫ですし、この7月31日の31の日に合わせて使ってもどちらでもいいと思います。まあ最近は利用してなかったんですけど、まあ確か31の日はとにかくお客さんが多かったなっていうイメージがあります。そして案の定ですね、動画の尺的にちょっと短すぎたので、ちょっとした LINEPay に関する情報なんですけども、まあ昨日 LINEPay のロゴが変更されるという発表がありました。見た感じ以前と比べて、まあメリハリがついて、なんかキュッと締まった感じにも見えますね。まあちなみに今回のロゴは LINEPay のユーザーにも意識しやすく、あとは加盟店が人の目に触れやすいロゴをまあ意識して制作したみたいな感じになってます。ここ最近は道を歩いてても、僕がよく見かけるのはやっぱりペイペイ使えますと出てることがよく見かけるので、まあそれを考えるとペイペイの宣伝や、まあ影響力ってすごいなというふうに思いました。まあなので、まあ LINEPay もすごいいい方向に向かってほしいなというふうにも思いますね。まあそんなこんなで今回は LINEPay から31の 31% オフのクーポンが出ていたということと、LINEPay のロゴについてお伝えをさせていただきました。本日はご視聴どうもありがとうございました。